ここに引っ越してきたやつがいるようでな。私の新作の薬を試そう。元に戻るにはこの世界の。ただし、お前はある4つの言葉以外喋れない。ああ、何？すみません、人の家に勝手に入るのやめてもらっていいですか、本当に。皆さん、まあ新しく引っ越してきたミラもね、だいぶ馴染んできたね。皆さん、冒険行こうよ。皆さん、あれピノさんいねえな。あれピノさん帰ってきた。おいキロル。あ、誰誰なんか呼ばれた？呼んだ？え？なんか聞こえたよね今ね。おいキロル。え？どこ？え？ちょっと待って。こんちゃ。こんちゃって来てるな、こんちゃって。これあれだよね、イラストのピノさんに似てるよね。猫のフードかぶってる感じだよね。はははうなずいてる。喋るの？ちゃんと喋ってよピノさん。ふざけないでよ。何その首の振り方、かわいいな。うなずくんじゃねえよ。ふざけるのやめて、冒険行こうよね。冒険行こうぜ。わかった、行くから。皆さん準備できたの？それ準備できた？大丈夫？準備できてない。何よ、喋ってよちゃんと。もうふざけるのやめようね皆さんね。ふざけてるけどね今ふざけてるけどね。その姿な、何がそれ。ちょ、なんか今回説明がないですね。はい、ということで、まあ、今回ね、ちょっとピノさんとなんか冒険、やっていこう。あ、この人じゃないですよ。こっちじゃないですね。ふざけてるように見えるけど、まあ、ちょっと今回ね、冒険行こうと思います。かわいいな。じゃ、ダイヤモンド取りに行くって言ってたからね。ね、行こうか。まずじゃあ、キー取りに行こう、キー。うん。よし、キー取って。よし。皆さん、なんか喋んなかったら寂しいな。あははは。あははは、じゃねえよ。何今、笑ったんだけど。あら、お前だよ。首振ってもわかるから今の。なんかちょくちょくなんかね、なんか録音した音声が流れてくんだよね。うん、これ録音した音声流してるよね。いやいや、一緒なのよ、あの発音の仕方もさ。まずスコップ作って、じゃあもう行くよピノさん。こっかね。ダイヤモンド取ったらもう今日終わりだけど、じゃあいいかな。何よ、違うか。まあまあいいや、もう行こう。なんかね、ちょっと今日、今回ちょっとピノさんふざけてるんですけど、まあ、行きたいと思います。皆さん早いな。急に早いな。まあ、食料あるから。おいチロル。いや、チロル、何このさっき録音してみた、おいチロルみたいな。何俺じゃねえよ、ふざけてるこの人完全に。ふざけてんだって。あー、動物あるから、いいか。ここから行く、ここから行こうか。ピノさんね、足元気をつけてね。 OK、 下行こう。あ、敵いるピノさん、敵気をつけて。スクリープも散る。あー、行っちゃった。ピノさん全然狙われてない。どうすんのよこれ。すごい、何かわいい。ピノさん入ってる。えよし、あ、鉄ある。ピノさん見て、鉄、鉄取りに行こう。よし、鉄取ろうっと。おい、キロル。何な、え、どうなってんのそれ。大丈夫鉄増やしたよね、今なんか。えどういうこと、これ。え、鉄何コピーしてんのこれ。えピラさん、何やってんのそれ。えこれ増やすことできんのもしかして。すごいじゃん。なに、喋れないけど全然。ピラさん来た、できピラさん、助けて。なんかもう鉄鉱石27も取っちゃった。なんか悪いことをしてる気分になってきたこれピノさん。おいチロル。なんだよ、おいチロルしか喋んねえ。待てよ、今だけどさ、コンチャとかさ、おいチロル、この2つしか喋れない。あと何かあったっけ。ピノです。ピノです。これふざけてるのかな、録音いけんじゃないのこれ音声さ。なんか事情があったのかもしかして。あ、本当に、あ、これなんか事情があったかもしれない。おー、すごい。普通だったら視力デッキでしないとね、このブロック取れないからね。いや、すごいやん、ピノさん、ありがとうね。
いや、皆さんなんか事情があるんでしょ？なんか大変なこと？おー、なんか大変なことって言ってる。これね、ふざけてはないらしいです、皆さん。喋れないのかなってことは。あ、喋れないんだ、やっぱり。あ、なるほどね。これ、なんとなく分かってきそう。事情があって、こんな姿になっちゃったんだ。うん。そして、ある一定のことしか喋れなくなった。ここまで合ってる？おー、合ってる。で、まあ、ここまでね、喋れないのに、気づいたチロルってやっぱ、天才ってことだよね、皆さん。おい、チロル。なんだ？おい、チロル。おい、チロル、違うぞ。ふざけんじゃねえよ。別に、いやいや、違う。違う、なこういうとこは変わってないね。元の姿に戻りたいってことか。おー、わかった。よし、ピロさん。何したらいいんだ？それが喋れないのか。うわー、これは難しいね。何したらいいんだろう。とりあえず、じゃあ、ダイヤモンド探していいってこと？オッケーオッケー。じゃあ、とりあえず、ダイヤモンド探します。おい、チロル。何ですか？何ですか？おい。何ですか、これ。すいません。何、このビーム。昨日ビーム出てるけど。え？ものすごいこれブロック壊れていってるけど、おお、すごい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 、なになになに、おお、鍾乳石出てきた。これすごい、ピロさんすごいぞ。怖いくらい笑ってんだけど。ピロさんのなんか能力を使えるってことか、この姿だと。おい、チロル、何ですか、何かあるんですか、ありました、あ、ダイヤモンドだ。ピロさんにこれ増やしてもらったらいいんだ。わあ、なるほどね。オッケー、おー、すごい、ダイヤモンドブロックたくさん出てる。すげー、ピノさん、やったー。ダイヤモンドゲット、あ、ダイヤモンドゲットした。よし、これでちょっと装備作るね、ピノさん。あ、いっぱい作れて、ありがとう。いや、とんでもない、ありがとうね、ピノさん。これ強いぞ。ピノです。ありがとうね、ピノさん。もうこの姿の方がいいんじゃない？どっちかというとさ、戻る必要ある？戻りたいんだ。おい、チロル。なんだ、違うぞと。それは違うぞ、チロルと。おい、チロル。あははは、怖いよ、なんかもう薬やってる人みたいになってるから、それ。でん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 、ありがとう、皆さん。武器作った方がいい？うん、じゃあ作ろうか。武器作った方がいいって言ってるからね、作りまーす。お、なんか首振ってんな。で、斧作っちゃおうかね。ツルハシぐらい作っとくわ。どう？いい？お、いいんだ。オッケー。おお、またダイヤモンド出てきた、すごい。しかもダイヤモンドだけ残ってるぞ。このレーザーすごくないか？うわ、ダイヤモンド出てきた、すごい。すごいすごいすごい、もうブロックだけ残っていってる、この鉱石だけ。まだダイヤモンド、鉄もいっぱい。うわ、すごい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 。何でやってんだろう、急になんか暴れ始めた。怪物があの瓶を吐いてるみたいで、ちょっと怖いな。すごくないか。でも目的がね、一体何なのかって考えなきゃいけないよね。あ、なんかマグマの音するから気をつけてね、この下の方から聞こえるから。気をつけてよ。暴れん坊なのいいけど、痛い痛い痛いね。マグマ出てきた、皆さん。マグマ、お、マグマ喜んでる。おい、キロ、なんだ？おい、チロル。おー、マグマを見つけて喜んでると。お、そういうことか。おー、喜んでる。何かするのか、マグマで。マグマでできること考えろ、チロル。なんだ？あ、でも、ダイヤモンドのツルハシとか作らせたよね。これ、黒曜石だ。黒曜石が必要になってくるぞ。黒曜石でいい？おー、OK だ。もう、ね、ピノさんとはね、もう深い絆があるから、もう分かるよ、すぐ。おい、チロル。なんですか？え、深い絆は？ない。おい、あはははは、あはははは、あははは、じゃないの。ムカつくからやめてもらっていいですか。腹立ってきた。腹立ってきた。腹立ってきた。これなんか、おい、静かにしろ。うるせえ、うるせえ、うるさい、もう。うるさいよ。はい、ということで、ピノさんね、この姿になってもなんかピノさんらしいなと思った方は、チャンネル登録、高評価お願いします。ピノです。ピノです。よし、水止めたな。おい、キロル。なに、何用ですか？おお、黒曜石。あ、黒曜石、これ出し始めた、急にコピーし始めた。で、おー、ありがとう、ありがとう。お、やっぱり出てきた。17個も手に入ったよ、これ。使うんだね、これを。黒曜石使うって言ったらもう一つしかないね。おお、じゃあ、黒曜石で、新しいね、ピノさんとのお家作りたいと思います。おい、キロル。あ、違うぞと。そうだね、違うね。ネザー行くんだよね。そうでしょ。やっぱりね、オッケー。よし、じゃあ、ネザー行きたいと思います。オッケー、なんとなく分かってきたぞ。うん。オッケー、砂利がね、必要なはずだから、確か。砂利というか、ね、あ、来た来た来た、これこれこれ。え、火打ち石ね、これが必要だから。皆さん、火打ち石必要でしょ？やっぱりね。オッケー。じゃあ、火打ち石と、インゴットで、火打ち石と打ち金作りまして、新しい。いいね。じゃあ、ネザー行くよ。オッケー、オッケー、オッケー。皆さんとね、連携取れてきた。ネザーに何しに行くんだろう、じゃあ。
けたいと思います。じゃあ行きましょうか。よし行こう。よっしゃー、ネザーになんか用があるんだね。ほちゃん、あれあれ、これマインクラフトのさ、ピノさんなってんじゃん。ほちゃん、ほちゃん、どうもピノです。ピノですね。おお、ピノです。ピノです。うん、これなんか変わってるよね。進んだってことか。可愛いね、皆さん。いやでもジロロもちょっとかっこよくない、この装備と。生意気だな。これピノさんだ。でもピノさんよかったね、元に戻って。ピノです、うん、よかったね、元に戻って。おいチロル、ちょっとピグリン要素あるけど行くよこれ。あ、行くんだ。ピノさん実家だもんね、ここやっぱ寄らなきゃね。おいチロル。違うぞと。かわいくなってない。あははは。じゃあピグリン要素入りたいと思います。これでも金装備つけてないからね、これやられちゃう可能性あるぞ。あ、皆さん見て、金ブロックある。金ブロック取りに行く。お、行く。皆さん無事、ディキールどうしよう、あれ行ける。皆さん気をつけてね、気をつけてよ。いや、来てるよ。もう、もう豚さんが瞬殺されてた今。おー、出てきた、出てきた。金ブロック量産してる。おー、なんか用があるんだ、金ブロックに。皆さん金好きだからね。違うか、なんかこの金を使うってことだね。どうしたらいい、金インゴットにしよっか。おお、なんか金インゴットにするみたいな。じゃあ金インゴットにしますね。オッケー、めっちゃできたよ。めっちゃ金インゴットできたよ、ピノさん。おいチロル、おいチロルって呼ばれてピノさんが歩き始めました。危ないよこれ、ゆうか気をつけてね。どっか行ってる。よし、まあなんかよくわかんないけどピノさんがこの辺りで止まってる。あ、ピノさん下豚いる、気をつけて。あ、行っちゃった、大丈夫。金装備つけてないけどいける。お、待って、インゴット渡してる。ピノさんがインゴット渡してる。あ、さっきのインゴット渡すんだ。オッケーオッケーオッケー。あ、そういうことか、そのためにこの金を取りに来たんだ、ネザーまで。そうでしょ、ピグリンと交易するためだ。アハハハハじゃない。これピグリンの貿易で何かが必要ってこと。何のアイテムだろう、そこだよね。特別機違うか、一個一個投げていこうか。じゃあどれか正解があるってことだよね。あ、泣く黒曜石。はい、違います。あ、皆さんエンダーパール出てきた。おいチロル、はい。あ、エンダーパールだったの。おいチロル、よこせと。あ、はい、エンダーパール3つ出ました。エンダーパールが鍵ってことはなんかあるな。いや、エンダーパール使うってまあ結構移動するか食べるとか、あの目が同じ形してるからさ、もしかして主食エンダーパールになっちゃった。投げてくれた。何、おーすごい、え、お、増えた、コピー能力で増やしたんだ。おお、つまりエンダーパール使ってってことは皆さんエンダーアイを作るんだね。エンドに行くんだね。よし、なんとなく分かってたぞ。なんとなく分かってきたよ。オッケー、じゃあ行こっか。次じゃああれだね、ネザー要塞探そう。うわー、下マグマだ、怖えな。いやー、怖え、危ないよ、気をつけてよ足元。これピノさんすぐ落下するんだからさ。おいチロル、何呼んだ。あっ、ネザー要塞だ、あれやったね。喜んでる喜んでる。じゃあアハハハ、アハハだね。ネザー要塞で、じゃあ探すものはブレイズだよね、合ってるよね。よし行こう。なんかドラえもんと旅してるみたいになってきた。ピノです。いや、ピノ、そうか。あ、ここだ。ピノさん、これちょっと助けてよ、これ。あ、ちいちいちいち、ピノさん体力やばい。あ、なになに今の、回復してくれたピノさんが。なんか落としてるの今。あ、ブレイズロット落としてる。ピノさん、ブレイズロットを一回ねパウダーにしてチロルが作っちゃえばいいんだ、エンダーアイを。そしてピノさんに増殖してもらうんだ。できる。おお、ありがとう皆さん、エンダーアイ手に入ってね。あー、皆さん皆さん焼けてる、皆さんちょんまげみたいになってる。あ、なんか何その回復なんだろうね今の。おお、体力弱ってる。ありがとう。顔面が焼けてる。オッケー、帰りましょう。いやー、なんとか帰ってこれましたね。大丈夫ですか。すいません、あのホラーでよくあの顔半分だけのやつになってますけど、ピノさん。皆さん、なんとか帰ってこいだね、ピノさんね。よかったよ。じゃあ、今からエンドアイ投げて、エンド要塞探そっか。ははははは。じゃないよ。
いやどこだこれ。あ、え、おいチロル、はい、下行ったよね今。よし、ここだ。じゃあ皆さん、あったあったあった、ここここ道あるよ。あるか。あー、皆さんあった、ここに来たかったんだね、ピノさんが。愛を入れて起動させます。レッツゴー。エンダー倒せばいいんだね皆さん。よし行きましょう。エンダードラゴンを倒したいと思います。ブロック置いて OK。 あとは弓を持ってきたので弓で光の矢でね OK。 よし、ピノさんにもね OK。 おっ OK、 ここオッケー、ナス、オッケー、壊した全部。弓で攻撃してこい、弓で当ててこ。オッケー、でーでーで、あー危ない。おいチロル、なに、なんすか。おいチロル、あはははは、うざい。もうこの場に呼んで静かにしといてくれよ、今倒れてんだからよ。よっしゃ、来た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 、一回落ち着いてね今。俺は負けだ。よっしゃー、よっしゃー、やったー、やったー、出る出る。よっしゃー、おー、でも倒したよ、よかったね。結局それ元に戻るの、これエンダードラゴンが目標だった。しかも全然喋んないけど大丈夫。あ、戻った。あ、みなさんやっと喋れる。喋れる。わー、何があったんだよ皆さん。もういや皆さんよかったね、本当に。俺めちゃくちゃ頑張ったよ皆さん。そうか、頑張ってんな、お疲れ。お疲れって、皆さん経験値もらってくね。おい、やはり皆さんありがとね。なんじゃ、せっかく直ったのに。助けてくれてありがとね。あ、まあいいけどさ、じゃあもう皆さん帰ろうか。こんにちは。え、もうふざけてるでしょ。こんにちは。ふざけて、ね、ふざけてるこの人。元に戻るね、この世界にエンドラを倒せばいい。ただし、お前ではなく別の